皆さんこんにちは、ワンピクセルです。田沼亜美です。田辺奈々美です。田辺彩香です。よろしくお願いします。お願いします。第2回なんですけど、うるさ第2回なんですけど、はい、あの前回心理テストをやったじゃないですか。うん。でまあ私たちのなんだろう、黒い部分だったり白い部分だったりっていうところをね、みんなに知ってもらっちゃったと思うんですけど、そうね、やっぱりもっと私たちのことを知ってもらいたいって思ったので、今日はですね、第2回ワンピクセルをもっともっと知ってもらおうということで、私たちの身近な人、関係、あの今まで関わってきてくれた方々に、ワンピクセルってどんな人なのっていうことを聞いてみちゃいました。ということで、一緒にね、あの私たちもまだ聞いてないんだよね。はじめましてだよ。どういう行動してるのか多分言ってくれてると思うから、ちょっとそういうのね、みんなと一緒に聞いていきたいなって思います。それでは行きましょう。ガウGo。 私から見たワンピクセルはこんな人たちということで、もちろん歌もダンスもかっこいい最高のグループっていうのはありつつなんですけど、僕自身が、LINE ライブを担当していたりというのもあって、なんか展開が早くて脊髄反射で喋ってる感じのトークの印象がかなり強くてですね、でんちゃんは、名言発生機、あみちゃんはおしゃべりモンスター、ななみんは、そんな二人にいじられまくる大笑い女子みたいな印象で、面白かわいいデコボコトリオだなと思って見させてもらってます。というわけで以上、ワンピクはこんな人たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。待って、はい、今日照れるかい。あみ、モンスターだって。モンスターななみんお笑い女子って。お笑い女子、名言発生期、ね、なるほど、名言発生期、はい、お笑いモンスター、あ、お笑いモンスター、おしゃべりモンスター、お笑い女子。面白いね。面白い。キャッチコピーですかね。ありがとう。なるほどね。アイドル風なキャッチコピーやっとく。やっとく。ルナ、なんだっけ。はい、誰からやるんだよ。何、もう次の方いきましょう。次の方いきましょう。はい、次。ワンピクセルについてということなんですが、やはり歌やダンスといったパフォーマンスに関することについては真摯に向き合っている印象を受けます。とにかくライブに対する熱量はすごいですね。あと僕が最初に驚いたのが振り付けを覚える速さです。そこはさすがプロだなと思いました。人からのアドバイスを受ける柔軟さもありますし、尊敬する点はたくさんありますね。あと集合時間はとにかく守る、僕も含め30分前に全員揃っていた時は笑いました。ただ控室がとにかくうるさいし、僕のこと変なあだ名で呼ぶし、ライブや収録後別れる時にはじゃあなーとか言うし、まだまだ話したいことはたくさんあるんですけども、これからも一緒に楽しいことしていきましょう。以上です。いや、集合時間早くついてるのはデンちゃんダイヤだから。デンちゃんが早いだけだから。なんか集合時間時計読めなくて、集合時間の30分前1時間前には普通にいます。デンちゃんが早くついてます。違うんだって、これについては言い訳をさせてくれ、頼むから。もういいよ、話がなくてばかりいや、ちょっと嬉しいですね。嬉しいね。振り覚えが早くて、あと何言ってた、聞いてた、なんだっけ、なんかライブの熱量があって、あ、なんか4時間早くついてて、よく時間早くついてて、みたいな、これからも一緒にいたいなーみたいな。ありがとな、ありがとな、じゃあな、じゃあな。Thank you。 次の方お願いします。はい、ワンピクセルですけども、まあ、5年前から見ていて、人間的にもやっぱり大きくなってきたし、実性が出てきて非常に、この先も楽しみだなというふうには思ってます。ああしたいこうしたいっていうのがより明確になってきてるし、今後もその感じでしっかり
自分たちで考えるっていうのをやりながら一緒に大きくしていければなというふうに思ってますが、5年前とやっぱ違うのは、誰とは言いませんが一人だけちょっと明らかにまあ私を舐めているというメンバーがいるので、そこに関してはしっかりとこの5周年の間に上下関係しっかりと、気づき直したいなと思っております。誰の舐めてるやつ、誰よくないぞ。まあ、いいや、あんたや。まあ言ってることをちょっと聞いてなかったんだけど。聞いてなかった。聞いてなかった、ごめん。なんかそう、ね、まあでもね、今のスタッフさんはあれね、うん、初期からね、うん、結成された初ライブ、うん、そうね、からね見てくれてて、なんだこの何もできねえやつらはみたいな感じで、そうなんか関わってくれてるんでしょ今も、うん、そうだよ、面白いよね。で、人と人の出会いってすごいよね、本当に。うん。語りだすから初期の我らはさ、すごかったやん。すごかったよ。そこから目をつけてくれてる方なので、今の方は。ちょっと嬉しいですね。今は大人になって多少は落ち着いたけど、結成された時、中学生、高校生だからね。中3、高1だね。もう、子供だ。舐めてるって言った、なんか上下関係しっかりしていきたいっておっしゃってましたけど、私と鹿沼と田辺はしっかりできてる方だと思うんですけど、まあちょっと、挙手してらっしゃいますね。もう、自覚あるみたいです。すいません。違うよ。今。違います?違いますよ。あ、スタッフ。嫌な空気流れてるよ。こういうことですね。こういうことです。はい、こういうことです。こういうことです。皆さん、こういうことです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、嬉しいんだけど照れるんだけど、ばっかだね、照れちゃう、恥ずかしい。こんにちは、ワンピクとはっていうお話をいただきましたので、お答えします。個人的に思ってるのは、グループのテーマはドラえもんと一緒っていうところでしょうか。魅力はっていうと、僕はライブのお仕事で絡みをさせてもらってますので、ライブの観点から言うと、一つ目が3人の、人間味あふれる部分、これ大事ですね。そして二つ目が全力パフォーマンス、はい、そして三つ目が3人の絡み、これがですね、まあ、相まって良さが出てるなっていうふうに思ってます。ワンビクの曲のタイトルで、表現するなら、Girls Don't Cry っていう気持ちで Do it, do it してる姿を見せて、で僕たちをターミオンする、そんなグループ、っていうふうに思ってます。なんだってね、ふざけてる。何どういうこと、ガールズダンスくらいでドゥイットドゥイットしてターミオンで僕らをなんちゃらってターミオンもうネタに走ってる。まあ、私たちの私たちの持ち曲のタイトルでこう表してくれたってことね。そうね。いや全然意味が分かんないけど、こうライブを一緒に作ってくださってる方なんですけど、うん、もう情熱的で本当に熱い方なんですよ。だからいつもなんか助けてもらってると言いますか、私たちにもう負けないようにライブ頑張ろうって思わせてくれる方なので、ちょっとなんかふざけてて最後半分最後どっか行っちゃったけど持ってかれたよね。なんで持ってかれたな、持ってかれたな。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。テレビはちょっとなんかじゃあこんな褒めてくれるやつなんだね。うん、なんかさ、もっといけないこととか言われるかと思ってさ、うん、結構もっとこれ戦闘態勢だったり、ちょっとあのチビはみたいなね言ってくるかと思ったけど、チビはアミじゃん、ね、だった。そんな方いないっていうかいないか、優しいもんね。
だからこんな自由なグループにできたんだね。うん、本当、私たちがこうやっていられるのはね、みんなさんのおかげなんだなって今思った。ちょっと待って、一回休憩しない？あのさ、恥ずかしくて。こんな動画がいいと思ったら、グッドボタン、高評価、コメント、チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。以上、ワンピクセルでした。また見てねー。じゃあなー。じゃあなー。じゃあなー。